こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットを始めていきましょう。今回は5位の浅草サンダーボルトです。前回、今季初敗北、メンソーレ那覇に喫してしまいました。かろうじて、勝ち点は同じですが、得失点差で1位はキープしてますが、ここはしっかり、浅草サンダーボルトは勝っていきたいところです。スタメンもうこのままでいきましょう。勝率は圧倒的ですね。 51%、 半分以上が勝ちと見てるってことですよね。スーパープレイ、マドカもいいですね。ニキータに取られてしまった。他が助けがないのが良くなかった。おっと、危なかった今のは。ドメキがじゃん、決めてれば終わってましたね。守備陣の動きが悪い。さあ、課題をどんどんいただいております。でも早いですね。緑がちょっと苦戦している。夏木、バランスのいいチームですね、浅草サンダーボルトは。おっと、ナーコ横っ飛び激強がキャッチ。さあ、相手は楽に進みだって言ってます。ワンツーマン、さあ、ここは落ち着いて、これは取らないでしょう。あー、出ちゃってるかな。オフサイドか、その前に。遅い、中途半端ですよね、突っ込んでいくのが。ファールか。おっと、イエローカードだ、草薙。さあ、一発でシュート打ってもおかしくない、コーナーキックになります。さあ、緑がコーナーキック、いいね、彩香決まりました。選手で彩香でした。ホッとしますよね、これは。さあ、これが鋭い、緑が鋭い。彩香もしっかりヘディングで決めましたよね。前半終了です。幸子とみゆきが弱まってますね。みゆきが、みゆき結構 C 多いんですよね。2本にチェンジ。幸子はまあ悪くないけどな、クラリスとか。2本にチェンジ、早めに動きます。ここはまだ1点差なので安心できません。2点差で安心したい。
ファウルか。おっそう。イエローカードが最後。これはちょっと嫌な流れ。ニキータですね、蹴るのが。おっと、ふわっと決められてしまった。同点に追いつかれました。これは相手がうまかった。裏をかかれましたね、守備陣、完全に。相手もディフェンダーがシュートですか。今。さあ、ちょっとスペインは無理があります。止めましょう。クラリスです。これはクルーに決めました。見事です。サイドリード2本、彩香がうまいセンタリングを上げて、この突っ込みが、クルーの突っ込みを見事でしたね。しっかりボレーで決めました。さあ、落ち着いてます。相手のチャージも激しいですね。さあ、ゆっくり攻めてほしい。さあ、ゴール前、緑コーナーキックになります。緑、さっきはこれで決めた彩香。おっと、再来かと思いきや、そんな簡単にはいきませんでした。うまい。ここを超えたの大きい。ミオが、ここはクルミだ。オフサイドです。さて、ここからが大事ですよね。ちょっと遅い反応が。あと、ここ気をつけないと。今は危なかったぞ。さあ、緑、1対1じゃないよね。窓か。立て続けにシュート落ちますが、ちょっとやっぱり守備も硬い。見ようか。おーっと、流れた。流れました。相手ボールのスローインです。さあ、残り5分。リードを守りきれるか。クルミ遅いんですよね、いつも。このチャージに行くのが。体力、無駄な体力使うだけの予感が。あっと、小澄、危なかった。試合終了。前半43分に、先制したのは彩香でした。フリーグサンダーボルト、後半5分裏をかかりました。このニキータの裏をかいたふわっと荒れたボールが意外でした。その6分後、これが結果的に決勝点になりました。彩香からくるみ、しっかり決めました。これは緑はちょっとずれてしまった。ちょっと守備が硬かったなって思いました。立て続けに
これ危なかったですね、動撃。おっとっと思いましたよ、萌え。萌えがうまく守ってましたね、今のは。シュートの力もそんなになかったですよね。ということで、まあ、シュート本数では完全に上回っていて、ボール支配率もこちらの方が高かったんですが、危ないシーンも多々ありました。課題は8個いただいております。2対1で勝利。勝ち点12で3チームが並んでおりますが、得失点差でまだ首位です。2位は筑波ダガマ、3位はエルダウド欧州。この3チームが勝ち点12で並んでますね。今の我がチームの成績です。 A がだいぶ増えてきましたね。そして一戦休、休みがあって、続いて3連戦佐世保ドッグスですね。でも佐世保ドッグスそんなに強くないのか。これそんなに強くないですね。しっかり勝っていきたいと思います。はい、ということで、練習するクラワンカリバーズの選手の姿を見ながら、お別れしたいと思います。今950人、チャンネル登録者数となっております。あと50人で、達成できます。よろしければ、チャンネル登録ご協力お願いいたします。高評価もよろしくお願いします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。